朝いつも起きて息子と猫のコムちゃんの朝食の準備をします。キッチンはダイニングスペースを広く取りたかったので壁付きにしています。朝食はいつもだいたい同じようなメニューにしています。同じようなメニューにしないと息子が時間通りに食べてくれないので同じような感じのものを出してます。朝ごはんの準備をしていると息子が起きてきて、猫のコムちゃんも同じぐらいのタイミングでダイニングにやってきます。この家では扉が閉まっていてもコムちゃんだけが通れる扉をつけたので自由に家の中を行き来しています。そしてダイニングテーブルで一緒に朝ごはんを食べます。2人が食べている様子を動画や写真に撮ったりしてインスタに載せたりしています。ヨーグルト食べてないじゃん今日。またコムちゃん。朝食を終えた後に食器洗いや洗濯をしたり猫のトイレの掃除などをこのタイミングで行います。私が家事をしている間に息子は学校の準備をしていて、その様子をコムちゃんも見守ってくれていたりします。コムちゃんは息子が生まれる前からいたので自分がお兄ちゃんだと分かっているような感じです。息子が家を出たらコムちゃんと一緒にベランダに出て息子へ手を振っています。ベランダは気分転換のスペースみたいな感じです。コムちゃんはここでゴロゴロするのが好きみたいで、朝はこの時にブラッシングをしてあげたりコミュニケーションの時間として触れ合っています。息子の見送りなど一段落ついたら自分の時間として一息休憩を挟みます。お気に入りのコーヒー豆をひいてダイニングテーブルでコーヒーを毎日飲みます。このダイニングテーブルは人が集まっても窮屈にならない快適な空間にするために部屋の真ん中に置いています。その後シャワーを浴びたりお着替えメイクなど身支度を済ませています。準備ができたので仕事に行ってきます。コムちゃんにもちゃんと声をかけて顔を見てきちんと挨拶をするようにしています。コムちゃん行ってきます。